テニスファンの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。この時間は1976年のウィンブルドン男子ファイナル、ボルグ対ナスターゼの一戦をご覧いただきます。解説は今回もおなじみ渡辺浩二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この1976年という年は、はい、ウィンブルドンが初めて行われてから100年目にあたるそうですね。そうですね、1877年、その第1回ですから、はい、ちょうど100年目ということになりますね、うん、はい。まあ、100年祭っていうのはこの翌年1977年に行われるんですけれども、はい。まあ、この大会が90回目ということになりますね。もう戦争など開催がなかった年もある、ね、そうですね。第一次大戦の1915年から4年間、はい、それから1940年から6年間、10年間開催をやっておりませんので、はい、第90回目ということになりますけど、はい、またこの後で今度は100回大会の記念の、フェスティバルがあるわけですね、はい。まあ、さてですから、この年のチャンピオンが、まあ、ウィンブルドンにとってのファーストサークルの、まあ、ラストイヤーチャンピオンと、そうですね、いうことになるわけですよね。果たして、まあ、ボルグかナスターゼかというカードになったんですが、まあ、ボルグはこれまでにも何試合かお伝えをしてきたんですが、ナスターゼは渡辺さん初めてですよね。初めてですね、まあ、非常にそのタレントって言いますかね、はい、テニスのタッチだとか、すごい天才的なものを持ってるんですけども、はい、ちょっとなんとなく人を食ったようなところもありましてですね、まあ、好きな人はすごい好きなんですけど、ちょっと悪道ぶりがかなり目につきまして、嫌いだという人は徹底的に嫌いだというところがあって、ね、まあ、両端を持ってる選手でですね、非常に面白いんですよ。でも見てますとね、まあ、それだけより個性が強いということでしょうかね。でも、まあ、今日はそのテクニックを存分に見てもらいたいと思うんですけどね、はい。まあ、その今テクニックという話がありましたが、はい、ナスターゼはこうどういうタイプのプレーヤーというふうに印象に残ってますか。ね、オールラウンドなんですね、何でもできますね。でも、まあ、ルーマニア出身で、育ったのがアンツーカーですから、はい、どっちかっていうとアンツーカーの方が、というかクレーコートの方が強いんですね、はい。で、非常に手首が柔らかい、はい、選手ですね。まあ、今のこれはボルグで、ボルグは、まあ、あの両手打ちのバックハンドがね、はい、この頃からもう本当に、前世時代になってくるんですけど、ナスターゼはまだ片手の時代ですから、はい、で、いろやっぱりあのアプローチショットなんかスライスですしね、言ってみればちょっとクラシックなテニスということができるかと思うんですけども、ただ、まあ、びっくりするのはまだボールが白ですね、はい、あ、そうですね。これが面白いですね、こんな時代あったんだな。1986年から、はい、黄色いボールになるんですけども、そのまだ10年前ですからね。ラケットもこうやって見ると非常に打つところが小さいと、面が小さく感じられますよね。まあ、それだけ技量がないとヒットできないということも言えますか。まあ、大きいラケットをこの時は知らずにやってたわけですから、そんなに難しいとは思ってやってないんでしょうけど、あ、なるほど。今みたいな大きなラケットを使って、この小さなラケットに戻ると、はい、このラケットの難しさは分かるでしょうね、はい、かなりやりにくいでしょうね。さて、今回のこの100年目、まあ、回数にすると第90回大会のウィンブルドンということなんですが、この年もいろいろな、まあ、話題というんでしょうか、エピソードがあった大会のようですね。そうですね、まあ、
この大会の特色は、はい、なんといってもものすごい暑さだったという、大会で35度以上っていうのが、はい、何日も続いて熱中症が毎日100人ぐらい出てたっていうことですから、やっぱり芝生がいつもよりもちょっと茶色いかなと、こういう感じがしますね。全体的に茶色いですよね。いつもあのサービスボックスの中とフェースラインの後ろが抹茶色になってて、もうどうしようもないんですけど、今見ますと全体がもう茶色いですからね。そういったところからも、まあ、この年のコンディションというのは伺えるかと思いますが、ウィンブルドンはそれまでの過去2年間は観客動員記録更新中だったんですね。そうですね、それが、まあ、この猛暑の影響ももちろん、まあ、大きく影響されたと思うんですが、前年割れになってしまったと。そうですね、まあ、もう一つのこの時の話題は、はい、平井健一選手が予選を3回勝ち抜いて本戦に出て、本戦の1回戦でソ連当時ソ連ですけどね、そうですね、ボリホソフ選手にストレートで勝ってですね、はい、それでまあ2回戦ではロスコー・タナーに、まあ、3セットでは負けるんですけども、この予選を勝ち抜いたっていうのは非常に日本人にとっては非常に、いいニュースだったですね。ですね、あと、まあ、上和さんは初戦であのパサレルと対戦をすることになったんですが、このあたりはこう平井さんと比べてこう、まあ、くじ運というのか対戦運というのか、そういったこともちょっと言われていたみたいですね。そうですね、まあ、パサレル選手はねやっぱりもう常連ですから、非常に、強いですから、ちょっと勝つのは難しいですけどね。さあ、ナスターズのサービスでファーストゲームが始まっています。ラブ15。あ、ちなみにこの両者の対戦というのはこれが初めてになるんですね。この2人ですか。これまでには、7戦ぐらいやってるんで、7戦ぐらい今やってますか。ナスターズの4勝3敗、ですね。そうですね、72年、そうですね、初めてこれは、まあ、スウェーデンでの、そうですね、ボスタードでやってますから、30-0。まあ、そして、まあ、大舞台、グランドスラム大会での対戦となりますと、これが初めてと、そうですね、いうことになりますね。当時は、20歳になったばかりのボルグと、そしてもうすぐ30歳になるナスターゼという対戦です。30-40です。そのナスターゼのテニスは、はい、本当に力強さっていうものよりもやっぱりテクニシャンという方が目立つ、テニスですよね。最後のパッシングがアウトしました。サービスを見ていましてもこうためが少ないといいましょうか、早いタイミングで打ってきますね。そうですね、流れるように打っていきましたね、さあ、まずファーストゲームはナスターズが自分のサービスゲームをキープしています。First game, first set. このイリーナ・スターゼは1946年の生まれ、7月19日、ですからこの大会が終わると、まあ、ほぼ直後ということになりますが、30歳の誕生日を迎えます。ルーマニアはブカレストの出身です。
このルーマニアとかこう東欧勢というのは決して数はアメリカなどに比べれば、多いことはないんですが、いい選手が出てきますよね。そうですね。ナスタセは、はい、5つぐらい年上のティリアックと、はい、これもルーマニアなんですけどね、ダブルスを組んで、結構ティリアックに指導をしてもらってるような感じだったんですけど、実質はかなり罵倒されて怒られて、それでそんな中でこう強くなってきた選手なんですよね。で結局はそのティリアックが一緒に組んで 2,3 年でもうティリアックは引退してしまうんですけども、はい、それからやっぱりティリアックの手を離れてぐーんと強くなるんですね。でティリアックはその後ベッカーなんかを教えるわけですよね、はい、ですから本当ならこのナスタセをもっと一生懸命ティリアックが教えてたらもっと強くなったのかなという気もしないでもないですけど、はい、ナスタセも本当はものすごく強かったんですね。ATP のランキングがというのが1973年から始まってるんですね。でナスタセっていうのは1970年の最初からですね、はい、グランプリマスターズっていう、グランプリシリーズがずっとテニス界にありましてね、それの、成績優秀者が最後にマスターズ大会をやるんですけども、それを1970年から73年まで勝ちまして、74年には準優勝だったんですけど、75年にまた勝ってっていう、そういった意味ではランキングはその頃はあんまりなかったんですけども、ずっとナンバーワンであったと言っても差し支えないと思うんですよ。なるほどね。1973年にはしかしATP ランキングができて、その初代ナンバーワンですね、はい、これはいいパッティングを見せました。ボルグのサービスゲームをブレークしましたナスターゼ。そういう意味では年齢が10歳ほど、誕生生年が10年違いますけれども、はい、ほぼ70年代に、ピークといいましょうか、いい時代があった2人と。そうですね、ナスタセはこれがウィンブルドンの決勝戦2回目なんですね、はい、1972年に、決勝でスタン・スミスに5セットで、はい、負けてるんですけども、この時も本当に惜しかったんですけどね、ファイナルセット7-5でスミスに負けたんですけども、はい、その時にちょうどボルグはウィンブルドンジュニアを16歳で制してる時なんですね、だからちょっと1世代違うかなというところなんですけども、ナスタセも息が長かったからですからね、終身の、タイトル、キャリアタイトルが52というのがナスターゼ。そうですね、もちろんボルグも負けず劣らず57のタイトルを手中に収めています。ネット、これはアウトになりました。今渡辺さんからお話がありました72年、この、ジュニアで優勝したボルグは翌年にはもうシードで全英に、出場して、17歳と19日というのが最年少シードの記録だそうですが、そうですね、40-30。ここでボルグがブレイクバックできるかどうか。サーブ出ます。クロス。
この年のボルグはセミファイナルまでの前戦7戦を、全てストレートで勝ち上がってきています。これは手が出ませんでしたな、スターズ。ナスターセも全試合ストレートで勝ってるんですよね。そうですね、はい、でナスターセがこの大会は第3シード、ボルグが第4シードですね、はい、まあ、この大会はあのシードプレイヤー の, そのシードダウンというんでしょうか、番狂わせがあった大会でもあるんですが、はい、そうですね、ただでもこの両者がストレート今までを全てストレートで勝ち上がってきたという意味では非常に楽しみな見方もできますよね。そうですね、まあ、この前年の優勝者アッシュですね、はい、アッシュが、ゲルレイテスという選手に逆転負けを喫して、そうですね、セット 2-0 からあと3セット取られてます、はい、さあここで 3-0 になりました、まあ、そのゲルレイテスにはちなみに全米で対戦した酒井さんが勝ってるんですよね。そうですね、ええ、このナスターセもですね、はい、日本選手とやったのは非常に少ないんですけど、ええ、1973年のこのウィンブルドンの3回戦で、はい、酒井敏郎君がセンターコートで対戦しましたね。あ、一番コートだったかな、はい、やって、まあ、ストレートでは負けてるんですけど、それが、まあ、唯一日本人との対戦ですね。一方のボルグはもう一般になってから全く日本人との対戦がないんですけども、ジュニアの頃に、当時柳川高校にいましたマチドリ君ですね、はい、マチドリ君が勝ってるんですよ、ジュニアの頃、ですからこれはマチドリ君にとってみてはもう金字塔みたいなもので、いやそうですね、だからお互いこの2人は1人日本人1人ずつと対戦してるっていうところですね。さてここまで、まあ、3-0 とナスターゼがリードですが、この立ち上がりの流れは渡辺さんどうご覧になりますか。そのボルグのパス対、ナスターゼのネットプレーという展開ですよね、パスもよく入ってるんですけど、なんとか、なんとなくちょっとまだボルグの方のエラーが多いなという感じで、まだしっくりはいってない、まだかけ、まあね、出足ですからまだまだ分かりませんけども、ナスタセの方がやっぱり経験豊かなだけに立ち上がりからうまくまとめてるかなと。でもブレイクポイントもありましたし、はい、まあどっちが取ってもおかしくないような試合展開ではありますけれどね。さあこの第4ゲームは15オール、クロスナスターゼ拾います、うん、出る、あ、これはサイドラインになりました。30-15、この年のボルグはスウェーデン人といいましょうか、北欧勢として初めての全英優勝をかけたファイナルという位置づけにもなっています。
30-all. ロイド、リーセン、ジブリー、それからゴッドフィード、それからビラス、ターナーズ、いったあたりを破ってファイナル進出です。特にクォーターファイナルでは、ビバス親友との対決もあったんですね。そうですね。なぜアルゼンチンのビラスとファルがそんな親友だったのかよく分かりませんけど、なんか通じる、なんとなく顔つきとかですね、テニスぶりが、まあビラスは左利きだったんですけど、なんとなく似てるんですね、はい。もう世界地図で見るともう本当に上と下で離れてますけどね。そうですね。さあジュース、ゴルフ出る、あーネットです。ボルグらしいあのネットでのエラーですね。ちょっとあのレンドルもそういうところがありましたけどね、ここは両者にミスが出てジュースアゲイン。ボレー拾われます。正面。First service. Yes. もったいないプレーが続くボルグです。逆をつきました。ゴルフのやっぱりサーブ&ネットがなんとなくちょっとぎこちないですよね、でこの年のゴルフっていうのはやっぱり全部こうやってサーブ&ネットサーブ&ネットで、来てますけども、まあ、これまでにウィンブルドン3回出てますけども、ベスト8、3回戦ベスト8で今回初めて決勝進出ですね、はい。まだやっぱりこの時は芝生っていうものはネットに出るもんだという意識というか常識、それに従ってやってるような気がするんですけど、まあ、結局ここから、まあ、結果を言ってしまうと5連勝するわけなんですけども、はい、5連勝のもう4勝目5勝目になりますとほとんどもうあんまりネットへ出ないんですね。グラウンドストローカー、この芝生でグラウンドストローカーの試合展開を身につけてそれを駆使して5回も勝っちゃうわけですよね、ですからこの時はまだ本当にネットプレーをやらなきゃいけないと思ってるんでしょうけど、一生懸命前行きますよねこうやって、そうですね、もう5年経ったらほとんど前行かないでということで、で結局ボルグがそのウィンブルドンの試合方法を変えたということが後々には言われてくるんですけども、まあ結局はそのマッケンローにしてもコナーズにしても多少のグランドストロークの部分を持ってましたからね、でその3人でウィンブルドンの戦法を変えていったわけですよね、ロブダイレクト返します。振ったネットです。
オルグのブレイク。いやー、やっと取ったっていう感じですね。今のもブレイクポイントが何本もあって危ない展開でしたけど、さあこれで少し落ち着きを取り戻すことができるか。ボルグ、あ、今のお話に戻りますけれども、はい、そのサーフェイスに合わせた、まあ、確率的なこうプレースタイルというんでしょうか、はい、サーフェイスに合わせたプレーをするというだけではなくて、自分のプレーをまずその確立させて、それにこうフィットさせていくというような考え方がボルグの中にはこう後々に生まれていたということなんでしょうかね。そうですね、まあ、この頃は本当にこうウィンブルドンで常識とされているサーブ&ネット、レシーブ&ネットも一つの作戦ですけども、とにかくネットへ出るんだと、うん、後ろで打ってたらイレギュラーもするし、うん、ボールは滑るし、そんなことで大変なんだからね、もう絶対にネット行った方が得だというもう常識があったわけですね。それをこっからもうすでに始まってますけど、ボルグは41連勝をウィンブルドンでするわけですけども、はい、もうその中では41の中に結構後ろでやってもできるじゃないかと、後ろの方がいいやと、こういうことを発見していくわけですよね。私なんかもウィンブルドンへ行ったらネットへ出なければいけないと思い込んでたわけですね、それをやっぱり打ち破ってっていうか自分で発見したっていうのはボルグの偉大なところでしょうね。なるほど、さあそのウィンブルドンの常識を破った男ボルグですが、30-40、ここはブレイクのチャンス。女性もですね、みんなサーブ&ネットだったんですね、例えばマーガレット・コートだとか、はい、ビリー・ジン・キングだとか全部サーブ&ネットでやってたわけです。ところがいつの間にか女性はあんまり前行かなくなりましたよね。さあこれで 3-2、 ナッサーズリードは1アップ。さあ徐々にボルグが盛り返してきましたね。そうですね、この年としては、20歳と1ヶ月での優勝ということになりますと、はい、まあ、4番目の年少記録。そうですね。まあその後結局ボルグが出てきまして、ボルグが17歳何ヶ月かで、はい、最年少記録を打ち立てるまでは、ね、20歳代っていうのはかなりやっぱり若いチャンピオンだったわけですね、はい。それまでの最年少優勝といいますと、1891年のバードレー、25年ラコステ、31年ウッド、まあ、いずれも戦前ということになるんですが、そうですね、共に19歳代での、年少優勝というのがあります。そういった記録がボルグを中心に塗り替えられたのがこの70年代ということになると思います。かなりこう汗なども汗ばんで、こうやっぱグリップの手なんかも滑るんでしょうね。そうですね、まあ、ボルグはあの手をふうって拭くのは癖だったんですけどね。ナイスパス。この時のボルグのガットのテンションが85ポンド。はい、この小さな面で、85で張りますとですね、本当板みたいになるんですけどね。
それ寝てる間にバチバチ音を立てて85ポンドのガットが切れていくっていうんですから大変なことだったですね。かなりこうスペアのラケットとか、60本ぐらい持ってて順番に並べたっていうんですから、テンションの、緩いのから強い順番にずっと、それで並べて寝て、そしたら寝てる間にバンバン音がして切れるということのようですからね。前出ますフォルグ、うまく抜きました。15-30、アイテムという部分ではこのラケットはこれはおそらく三つ葉ですからアディダスかと思いますが、そうですね、はい、彼の名前がついたこうシューズとかラケット、はい、随分とあるんでしょうかね。ナスタセは本当にアディダス、中性アディダスでいいってことですね、はい、今もだからコモンみたいな、なんていうんですかね、アドバイザリースタッフでやってますよね、おそらくというか間違いなく彼の名前をつけたものかと思うんですが、はい、ナスターゼブランドというのがアディダスにはありますよね、ありますね。スタン・スミスもそうですね、はい、ボール出ます、ネットにかけました。さあこれで3ゲームソール。さあやっとと言いましょうか、これからというところですよね。そうですね。ダスターズ出ます。これはちょっと切りすぎました。ここまでボルグが巻き返した、追いついてきた、このあたりの要因はどんなところにありそうですか。パッシングショットですよね、はい、レシーブサイドで の, 攻め方が非常にいいですね。結局はナスタセのサーブも速いんですけども、はい、それほど破壊力があるサーブじゃないですから、結構そのボルグのリターンを打ち破るっていうのはしんどい話ですね。こう例えばベッカーのような重みのあるこう球威のあるサーブというのもちょっと比べると違いましょうか。ナスタセのサーブとですか、はい、これは全然違うでしょうね。ナスタセっていうのはどっちかっていうとちょっとスピン気味で打っていきますから、はい、スピンをかけて打っていきますから、この芝生ではですねそんなに跳ねないんですね、クレーコートですとピーンと跳ねて嫌でしょうけど、でボルグのはです、あボルグじゃないし、失礼、ベッカーのはですね、はい、こう重そうでちょっと体重を全部乗せていきますから、結構重たいんですね、ですからボールがバウンドしてからのスピードがかなりあると思いますので、ボルグにとってみたらそれはベッカーのサーブの方が嫌でしょうね。コナーズがいますね、一番右の方に。この大会の扇風機持ってるんですね。こういうのがあったんですね。そうです、暑かったんですよね、はい、とにかく、この大会では2日目ぐらいからですかね。そうですね、もう35度コス猛暑が続いたというふうに伝えられています。ロスコターナーにこの時には、セミファイナルで、敗れています。6-4、9-8、6-4というスコアが残っています。そのターナーがボルグに敗れています。先ほどもこう少しシードダウンというお話もご紹介しましたが、この時はオッカーパナッタというあたりが、はい、それからニューカムも敗れたんですね、はい、そうですね、パ
叶ったっていうのがまた強かったんですね、この頃は。はい、この大会は第5シードでした。はい、まあ、あのグランプリポイントの、ポイントを競うシリーズではパナッタっていうのが断然リードしてトップを走ってるんですね。はい、で、まあ、イタリア人なんですけどすっごいハンサムでですね、スタイルが良くてハンサムで、もうそれは大変な人気だったですね。でも寿命はあんまり、あ、っていうか選手生命はあんまり長くなかったですね。30-50相変わらず出ていってますね。そうですね。40-15 逆クロスは入っています。ナスターゼ戻ることはできませんでした。4ゲームソール。さあ、ここからはシーソーゲームになっていきそうな、この、まあ、2、3ゲームというところです。ファーストサービス。入りました。うん、入りましたね。ラブ15。ナスターゼ出ます。15-all。おお、あ、よく反応しました。いい読みでした。ミスが出ました、ナスターゼ。うん、これはちょっとピンチになりましたね。はい、リターンアウト。2本連続のミスは痛いですね。ボルグが初めてリードを奪いました。5ゲームズ2フォー。ボルグリーズ5ゲームズ2フォー。ファーストセット。ナスターゼの、まあ、自滅とまではいかないまでもミスの連続で、ちょっと流れが渡辺さん変わってきてるでしょうか。これは痛いですね。フォアボールでね、はい、あのイージーボレーを2本もエラーすると、これはちょっと致命傷になりますね。0-3 からしかしよく挽回しましたね。そうですね。この70年代、まあ、デビューからの前半、まあ、半ばというのは一つボルグの、まあ、破竹の勢いというものが感じられる時代でもあったわけですが、ただこう雰囲気、佇まいから伝わってくる表情というのは、あの以前に80年前後のものをお伝えしたかと思うんですが、あんまり変わってないですよね。そうですね。でもまだアップで映すと、やっぱりあどけなさというか、若さがありますよね。しかし何といってもこの頃のウェアが懐かしいですね。はい、こうタイトなシャツ着てね、はい、タイトなショートパンツで、今みんなブカブカのシャツと長いショートパンツでやっ
ってるんですけど、なんか私が年取ってるせいかこっちの方が懐かしくていい感じがするなと思いますけどね。ボルグのサービスがチョークが上がっていました。15オール。この第1セットの中でのこの第10ゲームのこうポイントというのはどうでしょうか。これはまあファーストサーブですね、ボルグの、ファーストサーブが入ってネットへ出てる分にはまあいいでしょうけど、セカンドサーブになって無理にネットへ行くと、はい、まあ、ナスタセも、まあ、グランドストローカーの要素も持ってますからね、パッシングが来ますから、あ、こういうのは危ないですよ。ここはボルグもったいないプレー、ジェスチャーでその気持ちを表現しています。さあ40-30セットポイントです。足元でした。抜かれた。ディース。ディース。さあアドバンテージボルグで再度セットポイント。サーブはやっぱりボルグの方が早いですね。逆転でこの第1セットを取りました。ナスターゼにしてみれば 3-0 を並ばれた、これが、まあ、流れの面では全てと言ってもいいでしょうか。 4-0 にするポイントが2本もあったんですよね、はい、それを取れなかったのがやっぱり得てしてこういう風になるんですよね。なんとなくあれ取っときゃよかったのになと、その後思いながら試合をしますとね、どうしてもこうモチベーション的には下がりますよね。だからやっぱり競って落としたゲームっていうのは非常にリスクを含んでいるということを心がけなきゃいけないですね。これもなんかちょっとこうピシッと締まってないですね、今のポイントも、はい、ちょっとまあそのモチベーションの点で影響があるのか。どっかでやっぱり頻繁に食ってかかるとかですね、そういうふうなのをするとこの人は集中力が高まってくるのかもしれません。確かにこれまではそれまで評判になっていたような様子というのはまだナスタージュに出てないですよね。そういう意味ではらしくないここまでということになるかもしれませんが、追いつきましたがライン割ります。ナスターゼはここまでは121勝33敗というキャリア。ネットです。よし。ナスターゼはしかし本当にオールラウンドで、はい、シングルスもいっぱい勝ってますけど、ダブルスもよく勝ってますしね、45回ぐらい優勝してるんですね、はい、でミックスなんかも出てるんですよね、ウィンブルドンで。1970年と73年にビリー・ジン・キングのパートナーだったロージー・カサールスっていうのと組んで、はい、勝ってるんですよね。だからやっぱりなかなかそのダブルス的センスもいいということはやっぱりボレーもいいということになるんですけどね。この第2セットはなんとかナスターゼが第1ゲームを取っています。
先ほどシングルス52と紹介しましたがダブルスも45、そうですね、まあ、合わせれば100近いタイトルと、いうことになります。でダブルスのウィンブルドンは1973年に取ってますし、はい、フランス選手権のダブルスも勝ってるんですよね、はい、ですから結構うまいんですね。まあ、フランス選手権のシングルス1973年に取ってますけどこれは分かりますよね、はい、このクレーコートで強いというのは分かる。まあ、ウィンブルドンだけのシングルスだけはちょっと取る、はい、オーストラリアは出てませんからね、ほとんど、ウィンブルドンのシングルスは何回も挑戦してついに準決勝2回だけになってるんですけどね、まあ、やはりそれだけ重いということですよね。その今ご紹介があった72年73年というのは彼にとっては年間のタイトル数という意味では最も多く取っていた時期でもあります。グランドスラムを含めて10を超えるタイトルを取っていたのがこの2年間です。さらにファイナリストとしての数も加えますとシングルスダブルスともに35、そうですね、15、30、First service. リターンエース。ちょっと当たり損ないが幸いしましたね。はい。さあブレークポイントです。30-40。まだチャンスがあるナスターゼ。センターです。あっという間にジュース。ブレークポイント2本のサービスエースで切り抜けるのはね。ファーストサービス。まあ、粘りと言いましょうか精神力と言いましょうか、サービスラインまず変わっています。入っています。ネット、再びナスターゼアドバンテージ、ブレークポイントになります。リターンはアウト。いいところでファーストサーブが入ってますよね、うん、苦しいところでこれはわずか右です。まあ、そういう時にそれだけの集中力を発揮するというところがやっぱりこう、まあ、一流選手たるゆえんなんでしょうか。そうですね、自信がないとダメです。ああ、アドバンテージボルグ。セカンドサーブ。拾った。入っています。ボルグ、クロス。これは失敗ですね。チャンスありましたよね。ありましたね。今のはもうグランドスマッシュはやっぱり
グランドスマッシュじゃなかったですね、普通のスマッシュ、方向を間違えましたね。第2セット1ゲームソウル。ラブ15。フル。15オール。ちょっと狙いすぎたのか力が入ったのか。ストレート、さあブレークポイントのボール。ナサーゼセカンドサーブ、逆になりました。チャンス。アドバンテージボール。アドバンテージボール。文句言いませんね、ナスターセは。はい。一言も声を発しません。出ます。ああ。ここはナスターゼが落としました。テクニシャンゆえの今のミスですね、はい、ドロップショットと見せかけて、はい、強く打つというのを見せようと思ったんですけど、それがなんかボルグがちょっとあれですね、腹筋を痛めてるようですね。今のはアイシングスプレーか何かでしょうかね。この頃にアイシングというのが、はい、ありましたかね、そうですね、76年、はい、まあ始まった頃ですかね、まあ、当時日本ではあのロッキード事件が明るみになって世を騒がせた時代でもありますが、あと渡辺さん、この時代になりますとさすがにあのビデオをお持ちの方っていうのはないんじゃないですか。まあそうですかね、そうかもしれませんね。まだまだそんなに普及をしていた時代では少なくともなかったかと思いますが、でもウィンブルドンですと本当に時代を感じさせませんね、いつも景色は同じですから。そうですね、まだ選手がちょっと違う、でこの選手のウェアがちょっと違う、はい、ラケットが違う、うん、ボールが白だった、15ラウン。電光板ができたことを除けば、まあ、それ以外の周りの風景というのもこの100年そんなに多くは変わっていないのかなという気もします。30ラブ。ボルグあっさりと30ラブ。
拾った、うん、ネットです。ナスターセがこの悪い流れ、まあ、ミスも連発していますが、これを立て直すにはこうポイントになるプレーというのはどんなところですか？気持ちだと思いますね、はい、どうも気持ちが、乗ってないような気がするんですね。うん、だからちょっといろんなことをしてますよね。はい、一つのこういうパチ勝ちパターンがあるというのを発見したら、それをずっと続けるのが相手に対しては非常なプレッシャーになって、うん、相手が今度はどんどんそれでミスしてくれるようになるんですけど、今みたいにいろんなことをやってこうレシーブ&ネットへ行く、それもあんまり迫力があるような出方してませんよね。そうするとボルグの方も余裕を持ってパスしてくるんですよね。だから結局はもっとやっぱりその今のリターンでもですね、しっかり打ってネットへ行くというところをしないと、こうポーンと今当ててるだけですよね。そうですね、あのままで出ていったんじゃなんともならないですね。うん、スマッシュはクロス、3-1。第2セットボルグは2ゲームズのリード。わずかアウト。ああいうのやっちゃうんですね。器用だからいけないんですよね。不器用だったらしっかりと打ちますよね。こう決してラテン系に見られるようなブラッケがあるというわけではないんでしょうね。いや、ブラッケはありますよ。ありますか？ラスタセはすっごいブラッケですね。ナスタセは夜酔いっぱりで有名なんですね。夜よく遊ぶんですよ。でもそれが生活のパターンですからね、別にそれを変えようというつもりもないようで、で朝ゆっくり寝てるんでしょうけどね。でも女の子にはまたすっごい人気があるんですよね。3-2です。ナスターゼが取り返しました。まあ、果たしてこの決勝前夜はどのように過ごしたかは、まあ、想像の域を出ませんが、この第2セット反撃の糸口が見えてきたかどうか。この時期は今の平成天皇、当時の皇太子殿下ご夫妻がイギリスを訪問されている時期だったそうですが、あの二方のその馴れ初めがよくこうテニスコートの映像とともに伝えられたこともありますけれども、はい、テニスがお好きでいらっしゃるということはもう皆さんご存知かと思うんですが、はい、残念ながらこのウィンブルドンの観戦というのは予定に組み込むことができなかったんだそうですね。そうですね、まあ今の天皇陛下もぜひご覧になりたかったかと思うんですけど ね、はい、そうですね、テニスがお上手ですから、はい、本当にご覧になりたいと思いますね。この大会は女子の方では
エバートがコーリーを大逆転で下して2度目の優勝というようなこともありましたし、単独優勝ですよね。はい、それでキング夫人があの新記録を逃したんですよね。あ、そうですね、当時はシングルス6回、ダブルス13回という優勝タイトルを持っていたキング夫人、19というのは合計でタイ記録でした。サーティーラブ、いや動きに迫力がありますね、ボルグの方はね、はい、ちょっとナスタセの方がちょっと緩慢な動きが目立つんですけど、集中力が低下してきているのかナスターゼ、ネットイン、ナスターゼ出ます、後ろをつきましたがアウト。アウトです。4ゲームスト2、ボルグ2ゲームのリードです。ボルグリード4ゲームスト2セカンドセット、第1セットで 4-0 にするチャンスを失ってからはボルグのペース、続けてネットにかけました。ショートボレー、あー、これはボルグ助かりました。15-40、さあブレークポイントのボルグ、取った、あネットです。ナスターズサービスゲームを落としました。ボルグの5ゲームスト2、ボルグリーズ5ゲームスト2セカンドセット and by one set to love。 ちょっと表情が冴えないですね。そうですね、いかんな、ボレーが決まらんなというような感じですよね。こんな表情ナスタセが見せるのは、珍しいですね。いつもはもっと人を食ったような態度でですね、チェンジコートをしてるんですよね。こんな悩んでる姿はめったに見られないですよ。4年前にチャンピオンを逃したことが何か気持ちの中で存在感を示しているのかどうか。まあ、しかしスタン・スミスとの一戦は、はい、まあ、私も現地で見ましたけどね、かなりその例えばガットが途中で切れたんですよね、ナスターセの。でそれを、針に急いで貼ってくれって言って友達にか誰かに渡したんですね。そしたら今度その
そういうのをウィンブルドンではやっちゃいけないんですね。外部のものと一切接触してはいけない。アドバイスを聞いてもいけませんし、何かをもらってもいけない。だからラケットの張り替えを出す ラケットを渡すことあれ揉めてますね。ちょっとスポーツマンシップがあったんですかね。そうですね。とにかくそのラケットをですね、はい、針に替えに出してそれを届けてきた時に、ウィンブルドンのレフェリーがそうやっちゃいけないって言うんですけど、それを強引に取ってですね、試合に向かったんですね。その迫力がすごかったんですけど、今日のナスタセを見てますとそういう迫力がなんかなくてですね、ちょっとこうミスがしてるところにもうどうしたらいいんだろうっていうような感じの姿ですよね。完全にもう何かこう淡白という印象ですよね。そうですね、ちょっと淡白ですね、何を目指してるのかがちょっとよくわからないですね。さあボルグ出る、決めました。第2セットは 6-4 でボルグが取りました。これでセットカウントは2対0です。ボーグリーズ2セットとラブ。この時間は1976年のウィンブルドン男子シングルスファイナルの模様をご覧いただいています。これから第3セットの第1ゲームです。サービスはナスターゼ。15オール。フォアに出ました。クロス、ネット。30-15。何かこのセットに入ってからは簡単にポイントを取ってますね。そうですね、なんかボレーが、はい、簡単に決まってますよね。これはネットにかけてしまいました。でも一番最初のボレーのバックライン終わったのと今のちょっとまたイージーにやってますよね。フォアに回ったストレート。ボルグ出る。バックボレー決めました。デュース。よし、ハーフボレー、パス拾った、クロス入りました。アドバンテージ。さあボルグのブレークチャンス。第1ゲームはボルグがブレークしました。同じような雰囲気で軽くボレーを決めたかと思うと今のようにこうネットにかかってしまう。まあ、真ん中の今紺色のシャツを着た人がノルグレン、はい、コーチですね。本当にボルグを、まあ、このテニスをよく完成させたなと思いますね。はい。まあ、この頃はねまだ両手打ちのバックハンドっていうのはそういないですしね、まあ、コナーズぐらいだったんですけども、うん、で割に遅いんですよねボルグのテニスを始めたのも、はい、
9歳ぐらいからですから、7、8年で一気に世界のトップぐらいまで上り詰めるわけですから、まあ、本当にこの芝生でのやり方なんかも、まあ、これから一緒にこのノルグレンコーチと、あ、ノルグレンじゃない、ベルグレンですね、失礼します、はい、とグランドストロークの、芝生のグランドストロークのテニスを、完成させていくわけですね。それで5連勝にするわけですから。ただまあ、もう一つ言えることはナスタセのボレーがですね、はい、打ってないんですね。ちょっと当ててるだけなんですね、ですからボールがバウンドしてから滑らないんですね、とすると今度はボルグはもう絶好の、パスの餌食にされるわけですね。ナスタセのテニスってこんなんだったかなと、はい、嫌にボレーをイージーに取り扱ってるなという気がするんですけど、簡単に打ってるように見えることと回転しないことっていうのは関係があるんですか？やっぱりちょっとボールを押さないとですね、バウンドしてからポーンと上へ上がるだけですから、はい、そうなるとパスは非常にしやすいんですね。例えばマッケンローとかですね、はい、のボレーなんていうのは体重を乗せてビシッと当ててるんですね、はい、で、まあ、ちょっとスライス気味に打ってますから、この芝生ですと余計に滑るわけですね、はい、そのショットを持たずに、まあ、言ってみればゴルフのボレーの方がはるかにやっぱり打ってますよね。うん、そういう意味ではこんなボレーだったかな、ナスタセのボレーだと今ちょっと思ってるんですけどね。第2ゲームはラブゲームで取りましたボルグ。足を使わせます。ナスタセにとってもこのままですともうこの3セットで決まってしまいそうな流れです。ネットイン。ああいうのはどうも人を食ったような方ですよね。こう何かあまりこう腰を使わないというか状態でプレーをしているようにも感じられるんですが、そうですね、まあ、ラケットの面の使い方が非常にうまいんですよね。さあ逆にここをラブゲームで取り返すのかナスターセ。2ゲームと1です。今年はおそらくこの大会期間を通じてでもアイスキャンデーが随分と売れたことと思います。そうですね。あと渡辺さん、この大会というのはボルグとコナーズの時代へのこう転換期みたいな捉え方っていうのはしてもいいんでしょうか？三つどもえ戦の始まり、はい、でしょうね。ゴルグ、コナーズ、マッケンロー、はい、そのちょっと後にレンドルがやってきますけども、ここでボルグがこの年を皮切りに5連勝しますよね、はい、その間コナーズに決勝で2度やってコナーズは叩きのめされてて、それでボルグの5連勝を止めたのがマッケンローですよね、でマッケンローが勝った翌年に今度コナーズが勝つわけですね、だけどマッケンローはまたそこから、2回ぐらいウンブルドン3回勝つのかな、勝つわけです。その間にまたコナーズはちょっとランナーアップというか、はい、準優勝の立場に追い込められてる。だからなんか追い込められ勝つ人がガーッと一方的に勝つんですよね、この頃は、はい、だけど結局はトータルでいけばみんな同じように勝ってるという面白いこの3人の世界ですね。ナスターセの今のボールの返し方にちょっと今の精神状態が出ているのかなと。そうですね、なんかちょっと意味がありましたね、はい、
弱いクロス、ボルグ出る、ロブ、なんか人を食ったような手にしてますね。ドロップショットしてロブを上げて、まあ一つの狙いはボルグがまだ若くて真面目だから、ちょっとリズムを壊して頭にでも来させようかと、こういった狙いもありますね。だけどボルグは全くそういうのを意に介せずに、よく集中してますよね。足がよく動いてますね。さあこのゲームボルグが取って3ゲームス2 1です。ボルグの2ゲームリード。さあそろそろしかしボルグは、はい、優勝の2文字が頭の中に出てきますよね。こっからが勝負のところですよ、はい、ある意味ここからは自分との戦いと言えるかもしれません、はい。決めきました。落ち着いてますね。まだ、拾った。フォアボレーで座ってました。15オール。ナスターセはプロデビューが1966年のデビスカップフランス戦でした。そして初勝利は67年のデビスカップ、この時はベルギー戦。一方ボルグはデビューの72年デビスカップニュージーランド戦で、デビューと同時に初勝利も挙げています。さあここはナスターセ踏ん張りどころ。ナスターセはグランドスラムデビューが1968年なんですよね。1984年までやってるんですよね。16年、長いですね。ですよね。一方のボルグは26歳でもうさっさと引退しちゃうわけですから、ウィンブルドン5連勝してフランスも6回勝ってさっさとおしまいにしちゃうんですね、ですから結構対照的ですよね、性格的にはこの2人は。さあこの第2セットは3ゲームス2-2。ナスターセ反撃なるか。後がなくなってきているイリーナ・スターセ。観客席は暑そうですね。日の当たってるところは大変でしょうね。場所によってはそれこそこうへたり込んでるお客さんもあるかもしれません、でまあ、選手はそれほど影響を受けてないんですね、暑さの、もう暑くて暑くてその熱射病ですとか痙攣だとかそういったのはあんまり出てないようですので、選手の方は快適なんでしょうね。むしろお客さんの方がそれこそ周囲の人息れとか、そうですね、動きができないとか、ネットコールです。ボルトでしたね。ダブルフォルトを取られました。
出る。ロブ、うん、入りました。アウト。アウトですか。アウトです。アウトですか。はい、あ、15オールです。遅いですね、コールが。これだけ暑いとそれこそラインジャッジも、まあ、途中で交代はあるのかもしれませんが集中力を保つというのも大変かもしれません。この頃は交代してないと思うんですよ。当時の交代制はなかったですか、この頃はね、あの一定時間で全部が交代しますけど、この頃はおそらく変わってなかったですね。レインズボール、ちょっと浮き方に見えましたが入っています。さあこれで4ゲームス2です。 6-4、6-2 ときています。セットカウント2-0。ナスターセ出る。おっと、これはボルグに幸いしました。ラブ15。さあこれをブレイクすればボルグいよいよ初タイトルに向けてウィンブルドン王手です。アウト。15-all。ちなみにこの年の男子シングルスの優勝賞金は、12,500ポンド。女子は随分少なくて1万ポンドなんですね。1000ポンドですか。1万ポンドですね。じゃあ 80% ぐらいですよね。はい。まあ、ウィブルドンだけは結局ずっと、はい、男女に差はつけてますね。この大会中にエバートが男子と同額の優勝賞金を、まあ、くれなければもう出ないというようなことを言ったというようなことも伝わっていますが、翌年ボイコットするって言ったんですが、ボイコットされてませんね翌年は。やっぱりウィンブルドン側の勝ちっていうところだったんですね。ナスターセがよくラケットが出たと言いましょうか、いいところに来たと言いましょうか。ラケット。Yes。本当にあのもったいないプレーというのが多いですね。そうですね。足を使わせます。スターセのアドバンテージ。スターセ出る。アウトです。今のボレーは良かったですね。はい。さあこれで1ゲーム取り返してボルグのリードは1ゲームとなっています。第3セット。ここまでの戦いでは渡辺さん、このナスターセらしさ、はい、ナスターセらしいプレーというのはどの程度出ていると感じになりますか。そうですね、でも7割ぐらいは出てるんですけど、あとの
10%、20% ぐらいがですね、どうもちょっと、はい、キレが悪いですね。もう少しやっぱりキレが、ボレーのキレもいいはずなんですけど、どうも今日はこう手を出して当ててるだけっていう印象が拭えないんですけどね。やはりもうちょっとこれぞナスターセっていうようなプレーが見たいですよね。そうですね、特にパッシングショットのうまいボルグを相手ですからね、やっぱりボレーを生かさないとですね、はい、生きたボールを打たないとパッシングはやられますよね、うん、でそれを気がつくはずなんですね、もうここまで来ると、うん、だけどもまだそのペースを変えてピシッとこうキレよくボレーを打とうという意識はまだ見えないですね、うん、なんかもう淡々とやってますよね。そうですね、気持ちのいつもはすごいある抑揚が、はい、今日のナスタセをここで見てる限りにはあんまり気持ちの抑揚がないですね、かえって大人になりすぎてるっていう感じですよね。まあ、それこそあのルーマニアのマッケンローと言っていいかどうか分かりませんが、本当にこうパーソナリティという部分も含めて彼らしさというのはありませんね。そうですね、圧倒されてるんですかね、ボルグに。アウトですか、ね、アウトですね。これは惜しいボールでした。15オール。ボルグがそのこの後で結婚しますシミヨネスコさんっていうのもルーマニアの出身のテニスプレーヤーなんですね、はい、ですから、この戦いからルーマニアが好きになったとかそういうことはまあないでしょうけどまあ何かとゆかりがあるとは言えるのかもしれませんね。ここはネットプレーナスターセが決めて 15-30。 今のも迫力あるボレーじゃないんですよ、ちょっとポンと当てたのがこうドロップボレー気味になっただけのことで。ちょっとナスタセ今日はいい子すぎますね。もうちょっと悪い子なんですけどね、それが出てこないというのは本来の自分が出てないという、ボルグネットナスターセブレイクポイント取れば並びます。ボルグ出る。ちょっと足が滑ったのかどうか。画面の外でしたが走れませんでした。入った。クロス決めています。さあナスターセアドバンテージブレイクポイント。デュースアゲイン。サーブを入れときたいところです、ボルグは、はい、ここは追いついた。ネットです。さあ逆にボルグのアドバンテージ。
大事なストローク合戦ですけど、はい、どっちがどう仕掛けるんでしょうか。はい、ちょっとナスタースが出たそうな、出たそうで、ええ、ああどれこれはどうしたことでしょうか。今のは何でしょうね。ちょっと迷ったんですか。まあ、本人はイレギュラーだと、あいうことで言ってるんでしょうけど、でも恥ずかしいんですよあんなのエラーして。そうです、ね、どっかに何か理由をつけないと、ね、スタッフもやってられないから、ちょっとイレギュラーのところへ、ね、文句を言いましたけど。15love。さあこれでそのナスターセはいよいよ本当に後がなくなりました。ボルグレシーブゲームではありますが、ウィンブルドン初タイトルに向かってあと1ゲームです。ウィンブルドン初開催から数えて100年目の1976年大会、サーティーオール。全然硬くなってるところがありませんね、まあ、レシーブサイドですから伸び伸びとやってるんでしょうけど、それにしてもパスは余裕を持って抜いてますね。あ、これはエースが出ました。5ゲームと4。このセットをナスターセが取り返すようなことがあるとどうでしょう、流れは変わってきそうですか。一気に変わるでしょうね、まあ、ナスターセの性格からするとノリノリになってくるということも考えられますからね、でもそのゲームの取り方ですよね、はい、なんかスーパーショットを2本ぐらい入れてですね、このセットを取ったら、これはボルグはねやっぱりやばいと思わなきゃいけませんからね、なんか文句言ってますね。こういうのが出てこないと本調子にならないんでしょうけど、でもどうやら言ったのは観客席の方に向かって言ってますから、誰かその辺に知ってる人でもいるのかもしれませんな。ここまで の, そのスタンドの雰囲気なんですけど、あのこれまでお伝えしたゲームの大半は大体その流れで、あどっちに味方してるなとかっていう雰囲気があったじゃないですか、今回のこのゲームに限ってはちょっとそういう傾向ってなんかあんまりはっきりと感じられないんですか。ないですね。ないですよね、まあ観客はナスターセのことはよく知ってるでしょうね。72年に決勝へ出て、スミスと大激戦をやって負けてるわけ。ボルグのことをまだこの時はあんまりみんな知らないわけですよね。あ、お、拾った。ラブ15です。ラブ15。偶然なのか彼の力なのか。ネット。このベテランのナスター勢を期待するでもなく、新進気鋭の若いボルグに思いを寄せるわけでもない、そんな雰囲気のスタンドです。15-30。さあナスター勢、この第10ゲームをブレイクするのか。第3セットフォルトのコールが上がっています。救われたという表情。
と今のジャッジには場内もざわめいているようです。正面に返ってきたボールはネット、ぶつけてきましたね。なるほど。さあこれでナスターセブレークポイント。これはフレームだったんでしょうか。30-40入ってます。ゴルフ出る、ローボレー、おーいいボレーだ、追いつけるか。最後はネットジュースです。よく走りましたけどね。追いつくのが精一杯ですが、ナスターセ表情一つ変えません。ボルグ決めました。アドバンテージ。いよいよチャンピオンシップポイントということになります。ウィンブルドンのファーストサークルのラストイヤーチャンピオンです。足元のボレー正面恐ろしいまたぶつけていきましたね。よし。しかしここに来て場内のお客さんもこうかなり試合を楽しみ始めています。これはラインを割ったようです。ナスターセを出ます。パッシングショットはネット。見る側からすればようやく面白くなってきた、そんなところでしょうか。そうですね、スリリングになってきましたよね。はい、ストレートナスターセ取りました。5ゲームソール。いやー、最後の最後のところでブレイクをして追いつきましたか。大きな拍手がナスターセに迎えられています。ガッツポーズが出てましたね今、ナスターセ。さあこういうのがあると怖いですよ。そうですね、この人はさあやっとエンジンがかかってきたと言うべきか。彼らしさが伺えるようになってきました。ボルグの頭の中には今のマッチポイントのあれが繰り返し頭の中へ蘇ってるでしょうね。あの時ぶつけられたボレーがもうちょっと端に当たってフレームショットででも入ってれば取れてたかもしれないとかね、いろんなこと考えるんですよね。しかしこれはアウトのジャッジ。こうしばしばボルグはフォアに回り込むシーンがありますね。これはクロス決まっています。ボールはボールボーイかボールガールか分かりませんが、当たりました。さ
さあ6号とナスターゼがひっくり返しました。何かあっさり 3-0 で終わってもらっちゃ困るんだよと言いたげな、そうですよね、ようやく試合内容もこの天気に追いついてきました。ちょっとお腹が腹筋が気になるんで、ボルグとしてもあんまり長丁場にはしたくないですね。チェンジコートの度ごとにやっぱりあのスプレーをしてるっていうのは、はい、まあ、相当痛いんでしょうね。この先例えばこの第3セットでも決めてしまおうと思うのか。そうですね、この椅子ですね、チェンジコートの、はい、これはこの前年度から置かれた椅子なんですね。それまでは座らずにチェンジコートしてたんですよ。でこの1975年から椅子が置かれてチェンジコートの時に座るようになったんですね。いや、コーチ行け15ラブ。危ないですね。ちょっと押されたようにも見えましたナスターゼのレシーブ。イレギュラーしました。ファーストサービスはアウト。ナスターゼが出る、アウトです。これで6ゲームズオール。いやー、よくキープしましたね。このパターンですとここでサービスをブレイクされてセットを落とすというのはかなりの確率であるんですね。おそらく 50% ぐらいはそういうパターンがあると思いますけどね。よく頑張りました。これで人落ち着いて、あ、この時6オールでタイブレイクじゃないのはまだこの時はタイブレイクは8オールからなんですね。1971年から、はい、あの8オールのタイブレイク制が導入されたんですけども、今の6オールタイブレイクっていうのは1979年からですね、ですからこの時はまだまだタイブレイクは8オール。ちなみにこの大会ではナスターゼの方は第2戦で第2セット7-5、あるいは第3戦でも7-5、第3戦でも7-5とか9-7っていう試合も体験してるんですね。そうですね。8-6というのもありました。ボルグはタナロスコタナ戦で1回、はい、タイブレークやってますね。セカンドセット9-8というのもありますね。30-15.
ファイナルセットは未だにタイブレークがありませんね。ああ正面 14-15 ベースラインいっぱいです。簡単に取りました、はい、7-6 です。さあこのまま両者がサービスゲームをキープキープといきますと、これはもう止めとなくなってきますが、この第3セットのこう、まあ、プレーメイクのポイントというとどのあたりになりそうですか。かなりナスターセのサーブが伸びが出てきてると思うんですね、というのは、まあ、ちょっとやる気が失礼ですけど、ナスターセにやる気が見えてきたというような感じですよね、この人やる気が見えたら本当に強いんですよね。今までなんかちょっとこううつ病にかかったように 何やってもちょっとね、あんまり自分で盛り上がらなかったんですけど、その気分が転換されてきたなと。ボルグはファーストサーブでしょうね。セカンドサーブになるとナスタセのあのいろんなこう切ったり張ったりして前へ出てきたりするのが嫌になりますからね、そのペースに巻き込まれないようにはファーストサーブを入れとくのが一番肝心キーポイントになると思いますね。長丁場ながらスタンドも場内もヒートアップしてきました。リターンアウト。15-love。さあチャンス、ね、これは逆。ナスターセとすればわざとというかもう他にないというようなロビングなんでしょうか。いや今のはスマッシュにちょっと押されて短くなったんですね。バックで取ろうとして弾かれました。セブンゲームソール。一つのブレイクが大きく流れを変えます。ポルグが次をブレイクできるかどうか。パスでしたね。ラブ15。ここまでをいずれもストレートで勝ち上がっているという点においては。両者スタミナに差がないと言えるかもしれません。珍しいエラーです、ちょっとその後ラケットのグリップをしごきましたナスターセ。
ネットです。これはサイドラインいっぱい、あのボレーじゃ、抜かれますよね。さあブレークポイント来ましたね。30-40、これをこのままブレークすればボルグ、ウィンブルドン初タイトルへ大きく前進します。回り込んだ、あら、最後はナスタースのミス。これはボンメミスですね。さあ 8-7 とボルグが1ゲームリード。さあこれで次のゲームがいよいよこのボルグのサービスゲームということになります。次のゲームで終わってしまうのか、決まってしまうのかどうか。両者ともにセミファイナルでは第2セットで 9-8 あるいは 9-7 といった戦線を制してストレートで決勝に進出してきています。この決勝は優勝のあるいはゲームの流れがかかった第3セット、ここまで 8-7 ともつれ込んでいます。さあいよいよ C を決する第16ゲーム、サービスはボルグ。ファーストサービス、セカンドサーブ、ナサーセが出る、落とした、追いつく、あーこれはナイスショット、うん、15ラブ。ボレーネットですな、スターセーブ。ちょっとネットへ詰めるときの迫力が足りませんよね。相手を威圧して出たいところなんですけど、なんとなくスライスで打ってスルスルスルっといってるだけなんで、うん、ああ40ラブ、トリプルですね。さあいよいよチャンピオンシップポイント、決まりました。最後はラブゲーム、初のタイトルです、ウィンブルドン。二十歳にしてウィンブルドン初タイトルのビョンボルグ、スウェーデン人としてあるいは北欧勢としても
初めてのウィンブルドン優勝です。いやーマッチポイントをね、逃れて、その時からやっぱり経験のあるナスターセが巻き返すかと思ったんですけども、意外や意外簡単に、ね、幕切れが来てしまいましたね、まあ、ボルグが結構その終始変わらぬ攻めをやってたということでしょうけどね、しかしそれにしても本当にボルグは終始サーブ&ネットの方針も貫いて、まあ、セカンドサーブになった時は別ですけども、はい、結構ここでは攻撃攻撃で攻め抜いたと思いますね。それをやっぱりナスタセが崩せなかった。ナスタセのボレーがやっぱりちょっと、ね、甘かったですね。ヒットしてなかったっていう点でボルグのパスに見舞われましたね、はい。さあこれから表彰式、ヘントコーご夫妻が入場です。ウィンブルドンの歴史、まあ、ファーストサークルのラストイヤーの1976年、そのチャンピオンに輝いたのはこの20歳の若きビョンボルグ。さていよいよ表彰式が始まります。史上4番目の若さ、はい、まあ戦後では一番若いでしょう。そうですね、まあ嬉しいと思いますけど、はい、もしかしボルグはこの優勝を本当に自分の頭の中に描いてたかどうかですね、試合前からね、まあ、今までベスト8が2回ですから、ベスト8から先を進むっていうのは非常に難しいものがありますからね。でもこの年で若さで、はい、もうすでにこの優勝を狙ってたとすれば、うん、やっぱりただものじゃないなという気もしますけどね。そうですね、まあ、なかなか最後の日にセンターコートに立つこと自体が至難の業であるところに来て、20歳のボルグは初タイトルという結果に終わった1976年です。まあ、これを機にと言いましょうか、この頃からもうボルグの時代が始まったと言っていいんでしょうかね。そうですね、まさにその通りだと思いますけど、まあ相手が百戦錬磨のナスターセですからね、はい、そのナスターセを倒してウィンブルドンに勝ったというこの、まあ、プロセス、はい、この自信、これは大きいと思うんですね。で私はそのクレーコート育ちだからグラスはどうもという気があったかもしれませんけど、それで一気に払拭したんでしょうね。まあ、しかしこの100年目という年、それから自分の20歳という年齢、はい、ナスターセという相手、はい、それからずっと全部ストレートできた、そうですね、重みのある優勝ですよね。そうですね、全部ストレートで勝って優勝っていうのもこれ1963年のマーク・キンレイ以来ですからね、大変な偉業なんですよね、はい。まあ、振り返れば本当に若干20歳にして、まあ、大きなことをやってのけたボルグ、しかもそれが彼の時代のスタートということになったわけです。そうですね、はい、1976年の男子ファイナルの模様をご覧いただきました。さてこれからご覧いただくのはその翌年の1977年の、これは期間前、開催前ということになるんでしょうかね。そうですね、初日のセンターコート第1試合前ですね、はい、このウィンブルドンの100年を記念した、これは、まあ、セレモニーと言いましょうか、はい、表彰と申しましょうか、往年のチャンピオンを迎えてのセレモニーがこれから行われようとしています。まあ、もちろん映像のない時代のものもまあ多くあるわけですけれども、まあ、スザンヌ・ランランさんのホームなんですよね、これが
往年はこういうシルエットだったんですね。そうですね、これは、これがラコステ、こっちがブルニオンだと思うんです。この人がラコステですね、はい、この人のハンチングはちょっと分かりませんが、まあそれにしてもここへ100年目のセレモニーでここに、はい、優勝して経験者がここに立つというのは大変な名誉だと思いますね、はい、そうですね、ウィンブルドンならではのなせる技というところでしょうね、はい、まあ、こういう模様を見るにつけ誠にオールドファンの方には、まあ、懐かしさが一層込み上げてくるかと思いますが、ボロトラさん、はい、フランス四重士の一人ですね。あ、これが記念品ですか。1877年、1977年、そうですね、まあ、この100年の間には19世紀から20世紀世紀またいでますから、いろんなものが変わったことでしょうね。そうですね、まあ名選手だったアッシュがね亡くなられたりね、はい、今の方がスザンヌ・ランランさんですね、うん、まだご存命でいらっしゃる。でも、その後はちょっとこの後は分かりませんけれども、もうお亡くなりになったでしょうね、スザンヌ・ランランさんもね、うん、この真ん中の人がフレッド・ペリー、はい、ウィンブルドンを最後に勝った英国人、その後はまだ英国人の優勝がありません、3連勝したんですよね。1936年ですか、戦前ですね。そうですね、これがルーフォード、これはクーパー、レーバーが右、左がフレーザーですね、ビリー・ジン・キング、この後ろがマヌエラ・サンタナ、ジョン・ニューカム、アンヘンド、うん、アンヘイドン・ジョームズ、これがスミス、まあ、そうそうたる顔ぶれですね。そうですね、まあ、最近ではエバートの顔などもあったかと思いますが、はい、そうですね、こう若いこう近年のチャンピオンがこういう光景を見たときに、あ、将来こういうチャンスがあったら自分も立ってみたいな、そんな気持ちも湧き起こるかもしれませんね、うん、そうでしょうね。でこの人たちは勝っといてよかったと思ってられるでしょうね。そうですよね、こんな晴れがましい舞台に立ててね、まさしくこういう光景もウィンブルドンならではのものかと思います。まあ、1976年の男子ファイナルのシングルス合わせてご覧いただきました。渡辺さん、どうもありがとうございました。どうも失礼しました。それではこの辺で失礼します。